上部駅から徒歩8分にある彼のアパートには旅行する予定もない国々の地球の歩き方が置いてあって、細い雨が街灯のオレンジで切り取られて降り注いでいた。雨の音を聞きながら彼の描いた絵を見ていたら、彼はすっごく出れて風邪をひきますよと言って、バスルームからドライヤーを持ってきた。コンセントが切り届いて私の濡れた髪を乾かし始めた。何かが始まる予感がして心臓は鳴ったけど、ドライヤーの音が消してくれた。友達だと思ってるのかな。3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうって説があるし、だんだん焦ってきて、好きがどうかが会ってない時に考える時間の長さで決まるなら間違いなくそうで、お店の人に感じいいなとか、歩幅を合わせてくれるなとか、ポイントカードだったらとっくに溜まってて、次は絶対終電までに告白しようって。終電まで残り8時間、残り2時間、残り1時間。もう何年も前から読んでいた恋愛生存率という名のブログがあった。その筆者であるメインさんが自ら命を絶ったという記事を見た。この人は私に話しかけてくれている、そう思える存在だった。彼女が書くテーマはいつも同じだった。始まりは終わりの始まり。出会いは常に別れを内在し、恋愛はパーティーのようにいつか終わる。だから恋する者たちは好きなものを持ち寄ってテーブルに挟み、おしゃべりをし、その切なさを楽しむしかないのだと。そんなマインさんが今恋をしている。この恋を一夜のパーティーにするつもりはないと書いていたのが1年前。数パーセントに満たない生存率の恋愛を私は生き残る。冗談めかししてそう綴ったメイさんが死んだ。メイさんは恋の死を見たのだろうか。恋の終わりにずんずることにしたんだろうか。想像に過ぎないし、そこに自分の恋を重ねるつもりはない。ただ、私たちのパーティーは今最高の盛り上げの中で始まったというだけだ。